北九州市民球場。北九州市民球場は、福岡県北九州市小倉北区の、三萩の公園内にある野球場。福岡ソフトバンクホークスの、純本拠地。横浜 DNA ベイスターズや読売ジャイアンツのに、軍なども、定期的に公式戦を開催している。施設は、北九州市が所有し、北九州野球株式会社が、指定管理者として、 運営管理を行っている。1950年代の小倉市内には、小倉豊楽園球場があり、西鉄ライオンズ、現埼玉西武ライオンズを中心に、プロ野球の試合が年間10試合前後開催されていたが、国鉄小倉駅の移転により取り壊しが決まったため、ブラック園に代わる新しい球場として建設され、1958年4月5日に、開場した。 当時の正式名称は小倉市営野球場。通称は小倉球場であった。小倉落としは西鉄ライオンズ対阪急ブレーブス1回戦。同年春は平和団野球場が改装工事を行っていたため、これが西鉄の開幕戦となった。試合は7から2で西鉄が勝った。また球場初本塁打は4月7日の同カードで西鉄大木明が阪急。 梶本隆雄から放った。1963年、合併による北九州市発足に伴い、北九州市英国ラヤ球場に解消。その後も長らくライオンズの準本拠球場として、年間最大で20試合近くを催してきた。特に1965年は、西鉄士間70試合、当時ペナントレースは140試合制を投球場と、 平和大球場で35試合ずつ分け合って開催したことがある。野球協約では専用球場で主観試合の半数以上を開催することが義務付けられている。しかし1973年にライオンズが福岡野球太平洋クラブクラウンライターに譲渡されて以後は経費削減の一環でそれまで0試合以上開催していた小倉での試合が5から8試合と 大幅に削減された。1978年秋、ライオンズは埼玉県に本拠地を移転し、福岡を去った。この影響でプロ野球公式戦の開催数が激減したが、1988年秋に大映画南海ホークスを買収し、福岡に本拠地を移転する旨を発表。これを受けて北九州市は小倉球場を大規模回収し、 翌1989年から、球場名も現名賞に改称した。同年以降、福岡大英ホークス、現福岡ソフトバンクホークスが、準本拠地として、年間5試合前後の主催公式戦を開催してきた。しかし、親会社の大英の経営再建に際し、2003年12月に、福岡ドーム及びその工業権が、コロニーキャピタルに売却され、 スタンドの収容人員が少ないことなどから主催試合の地方球場開催減少。2004年シーズンとソフトバンクホークス元年の2005年シーズンは当球場でのホークス主催試合は年間1試合に減少した。2005年11月球場の管理、運営を行ってきた北九州野球株式会社が市から球場の指定管理者に指定され、 公式戦の誘致を積極的に行ったことから2006年シーズンは公式戦の開催数が3試合に増した。1軍公式戦はほとんどがソフトバンク主催で行われている2から3厳戦のうちの1試合を割り当てる。大抵は平日3厳戦の中日、水曜の試合が多いが2軍では読売ジャイアンツ横浜 DNA ベイスターズがイースタン公式戦。 ソフトバンクがウエス対イ公式戦をそれぞれ年間1試合開催している。また、近年下関市を1軍9本拠地に、北九州市を2軍の9本拠地にしていた横浜 DNA ベイスターズが、毎年オープン戦や公式戦を開催している。2008年と2012年には公式戦、交流戦ソフトバンク戦を1試合ベイスターズ士間で開催したことがあった。 2011年もオープン戦にて同様のカードが開催された。2008年と2009年は四国、九州アイランドリーグの福岡レッドアーブラーズが主催試合の一部を開催した。アマチュア野球では全国高等学校野球選手権大会、福岡予選の県大会が2年に1回あたり、球場で行われている。これは1997年まで球場と、 平和台や球場を各年で使用していたが、平和台球場が、老朽化と遺跡の発掘調査などのために閉鎖されたため、1998年からは東球場、大牟田市延命球場、春日公園野球場、久留米市野球場の4球場で受け持っている、南北各地区の都市ごと持ち回り制であるため、北部地区唯一の開催球場である、北九州市民球場では2年に1回行われる。 他に、九州六大学野球連盟のリーグ戦など、大学野球の試合にも利用される。1990年代後半には、小倉南区長野、長野城市付近、現在長野緑地として整備されているに、新たな野球場、陸上競技場を整備する計画があり、着工に向けた準備も進められていたが、文化財保護団体の反対等により計画は、事実上撤回された。 球場の作りは、かつての平和台や球場と類似している箇所が多い。また、球場に隣接するマンションなどからも試合を観戦することができる。広告看板もある。クラウンライター撤退後は大幅に減少し、一時期はフェンススタンドとも広告看板なしとなったが、1989年の大映画進出後広告看板が設置。スタンド広告文字は、 当時の平台と同じように青緑色で統一されたことがあった。一時期、スタンド看板がライトスタンドの一枚だけの時期もあり、その時期には年に数試合を行うソフトバンク、主観試合ではガイアスタンドなどにオン、スーパーの広告が掲げられることがあった。2015年頃から再びスタンドの広告看板が復活している。通常、ソフトバンク主観試合では、 ホームのソフトバンクが1類、側ベンチ、ビジター、アウェイは3類、側ベンチを使用する。ただ、横浜が主観試合でソフトバンクと対戦した際には、3類、側ベンチを使用した、詳しくは後述。2013年には外野席をコンクリート剥き出し階段席からベンチシートに回収。2014年にはもともと、両翼が狭く。 ホームランの出やすい球場であることに加え、ソフトバンク戦において、グラウンドへの観客乱入が相次いだため、フェンスの高さを3.2メートルから5.2メートルにする回収が行われた。2017年シーズン前には不評だった水はけの悪さを改善する工事を実施。7、霊園を投じて、内野グラウンドの土の総入れ替えを行った。この結果、バックネット前に描かれていた。 北九州のロゴは消滅した。2017年3月5日のソフトバンク VS、ヤクルトのオープン戦で、コけら落としが行われた。2017年10月から2018年3月までは、内野スタンドの外壁補修工事が行われた。北九州野球株式会社は、地元企業47社の出資によって運営されている企業。以前から、北九州市の委託を受けて、 プロ公式船の工業や、球場内レストランの運営など、施設管理を行ってきた。2005年11月に、三萩野の公園内の北九州市民球場、三萩野の球場、三萩野の少年野球場の3施設に、指定管理者制度が導入された際、翌2006年4月からの3年契約で、指定管理者に指定された。その後、 2009年4月1日から2014年3月31日までの北九州市民球場及び三萩の球場の指定管理者にも指定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。